詰まっている録画ね。ちょっとせっかくピンマイクも買ったので、まだちょっとライブ配信できないんですけど、練習に喋ろうと思います。ピンマイクのちょっとちゃんと聞こえるかテストもしたいんで、何を喋ろうとしたのかな。やっぱりメモを作った方がいいですね。何を喋ろうとしたかというと、私は踊ってさえいれば奇跡が起こり続けるんだということを発見したんで、そのことを喋ろうと思いました。ずっとなんか奇跡が起き続けて怖いくらい起き続けて、なんかちょっと世界が変わっちゃったように見えるんだけれども、私だけにそう見えるのかな。他にそう見えてる人います？でもこれがきっとね、世界は変わり続けているんですね。でそれを受信できるこう回路が踊っていると開き続けているんだと思います。今日なんか太陽の光とか夕方頃っていうかね、こうまだ夕焼けになる前のちょっと傾きかけた頃の太陽の光とか、ちょっと異常でしたね。見たことなかった、本当に強い太陽だった。ここ埼玉県の蓮田市なんですけど、今日はね、チェロの北条くんがね、この私の地元のハストピアとかコミュニティセンターとか、そういうパフォーマンスができる施設を見に来てね、それでうちにも寄って、その彼をバス停まで案内するときに、その太陽が正面から来てたんですけどね。私も本当にこの今起こってる奇跡をね、表現したいんだけれども、なかなかすごくね、奇跡って自分にとっての奇跡なんだけど、すごく説明しづらいね。主観的な体験といえば主観的な体験なんだけれども、客観的な出来事も起きていくというね。毎日踊るようになって3ヶ月ぐらい経つのかな。人生が変わってしまいましたね。で踊りは何十年もやってるんですけど、35年ぐらいで、お正月の2日の日に実家で踊ったんですよね。ホームパーティーでね、母と妹がお正月が誕生日なんで、お正月とか2日とか4日とかが誕生日なんで、物をプレゼントするんじゃなくて踊ろうと思って、踊りをプレゼントしようと思って、そしたらそう決心して家に帰ってきた途端にジャンと電話が鳴って、でお正月のホームパーティーなんだけど、お客さんがいっぱい来ることになったから10人ぐらい来ちゃうから踊ってくれないっていうお願いをしようと思って電話したのって言って、もうおかしいでしょその段階で、ね、だってそんな踊る実家で踊ろうとか今まで考えたことなかった。それをこう今回踊ろうって思って帰ってきたら、そしたら実家から電話が来て、踊ってくれないかお願いしようと思って電話したのって来る。おかしいでしょ、ちょっとおかしいでしょね。だからちょっとね、もうちょっと世界がおかしくなってるよね。絶対こういう体験他の人もしてると思うんだけど、だからやっぱり地球の波動がね、変わっちゃってるんだと思う。ただ変わってるように見えてない人も結構いるみたい。だからそれはその人の波動によって、その地球の変化を受信できる波動状態にある人、そうじゃない人がいるっていうことなんだろうね。もう今どんどんね。それでもう一つは、話したかったことの一つは、その踊ってさえすれば、私の場合はね、誰にでもあると思うよ。そういうこの、もう私の場合はこれさえやってれば奇跡が起き続けるんだっていうことが、もうその人にとって一番大事な本質的なことを脇目も振らずにやれば、その奇跡が起き続けるって誰にでもあると思う。
私にとってはそれが踊りだったということですね。で、何十年も踊ってきたくせにそれが分からずに余計なことばっかりやって、余計なことばっかりやって、余計なことばっかりやって、そしてこんな半世紀も生きてからそれに気づくっていうね、もう嬉しいんだか悲しいんだか分かんないような話です。で、でもこれ、まあ嬉しいのはそれを発見できたことですよね。で、悲しいのはそれを今まで発見できなかったこと、半世紀も。だけどね、それについてもね、今言いかけたんだけど、なんだろう、過去って一つじゃないんですよね。そう、それがね、分かった。それもね、やっぱり踊ってて分かった奇跡なんでございますよ。細かい話はまた機会があったらしますけれどね、それが。ちょっとお茶飲ませてね、ちょっとピロピロ飲み。それで過去というのは、まあ前々からおぼろげに思っていたことなんだけれども、たくさんの、なんだろう、たくさんの過去を持ってるんですよっていうのが、まあたくさんの過去って、どう言ったらいいんだろう、一つの過去じゃないんですよ。たくさんの人生を同時に生きてるんです、私たちは。おそらくっていうのをつけるけど、そのいろんな波動の自分がいて、そしていろんな波動の人生を生きていて、そしていろんなタイムラインを生きてるってことね。たくさんのタイムラインを生きてるってこと。そう、一つのタイムラインを生きてるわけじゃないの。今でも今思い出せるのは一つのタイムラインでしょ。それは今の波動のタイムラインを思い出してる。たくさんのタイムラインが、自分が生きたタイムラインがあって、そしてそれを今の自分の波動と同じ波動のタイムラインを思い出してる。それが記憶だから、その波動が変わると思い出すタイムラインが変わってしまうので、過去も変わってしまうんです。そしてもう一つエピソード話すと、その元旦に、娘にすごく私好きな映画があってね、妖精写真っていう映画なんだけど、どうしても DVD 化されないのよねっていう話したら、レコードで見れんじゃないって娘が言ってくれて、そしてでね、そしたら見れたん で2人で見ちゃったの、夜中まで、ね、次の日実家にでホームパーティーの日だったんだけど、早く見なきゃいけないのに、ね、見ちゃったの夜中まで。でその映画がなんでテコでも DVD 化されないかっていうと、おそらくやばいから、その過去が、過去を変えられる妖精写真っていうタイトルなんだけれども、その妖精の存在っていうのがこう鍵になって、なんだろう、いろいろ不可視の見えない世界のことがこういろいろ解き明かされていくようなミステリー仕立てになってるね、それでね、その過去を変えられるっていうことをすごくね、はっきり描いちゃってるの、その映画が。だから多分、まあそういうものはあんまり、そういう映画普及してほしくないから DVD にならないんじゃないかなってことも。だってファンがいるんだもん、私みたいなその映画のすごいファンがいるんだもん。でもね、もうずっとすごい、もう長いこと DVD 化されない。私最初に見たの10何年前、15年ぐらい前かもしれない。でファンがいるのに DVD 化されないの。 VHS なの、未だに VHS とニコ動でしか見れないんだよ。しかもニコ動の画質が悪くてさ、まあそんな感じでね、今日話したいことはそんな感じでした。自分にとって一番本質的なことを脇目も振らずにやり続ければ奇跡が起こり続けるっていうこと。あと、その過去っていうのは、なんだろう、
一つじゃないってこと、そのいくつもの人生を生きている実は私たちは同時にそういくつもの自分が何層も何層もの自分がいて、今感知できるのは今の波動の自分、何層もある自分の中の今の波動の自分、今その同じ波動の自分を感知している、過去についてもその同じ今の自分の波動の過去を記憶として思い出してる。だからいつも一つの人生を生きているように見えるけども、実は何層も何層も何層もの自分が何層もの人生を生きている。そして時間というのは錯覚だからね、過去も現在も未来も実は同じ今の中にあるっていう、っていうことだと私は今世界を解釈しています、ということでした。ちょっと喋る練習になったかなってごめんなさいねアップしちゃいますけど練習なのに。ではではまたこれからこういうのを増やしていこうと思います。ではね。